どうも皆さん、レーゲルンです。暑い。今ワイの部屋、だいたいね、30度超してるぐらい、温度が高いんですよね。もう、死んじゃうかもしれへん。でも俺は、まだ冷房を使うわけにはいかないんや。もうほんまに今から冷房使ってたらもうさ、なんかもう電気代とかさ、もうやばいやん、ほんまにな。もう今から冷房使わない。今回もね、一応ね、開封動画なんですが、なんと、スクコレです。あえての、まさかの、スクコレ。次ね、3段を箱買いしてね、開封動画にしようと思ってたんですが、もちろん、3段の開封もね、ボックス買いの開封動画も、もちろんあげる予定ですが、たまたまね、おとといかな、カードショップに行った時に、スクコレの第2弾がね、こちら、スクコレの第2弾が、8パック。8パック余ってたっていうか置いてあったんですよ。もう残り8パックです、みたいな。ほんでね、そこで、なんかね、ちょっと店員さんと話してたんですけど、ちょっとね、なんかいい感じでね、話盛り上がっちゃってね、その場のノリでね、ちょっと8パック買っちゃったんですよ。でね、その店員さんと話しながら、ちょっとパック買って開けへんのもね、なんかちょっと申し訳ないかなと思って、もうその場でね、その場でちょっと開けちゃったんです。パック、8パックね。で、その結果をね、今日ちょっと皆様に報告したいと思います。8パックのうち、6枚が、こちらのような数になりました。まず、ワンダラの2号に、ちょっとキラキラしてるやつ。で、キラキラセンセーションの海ちゃん、これもキラキラしてます。で、ワンダラのエリチカ、これもキラキラしてます。で、夢飛びの、チュンチュン、ノーマルに、キラセンのチュンチュン、これも可愛いですね。これもノーマルです。で、こちら、マキちゃん。ワンダラかな？ワンダラのマキちゃんですね。はい。で、こちらね、6枚がまあ、普通にノーマルで当たったわけなんですよ。でね、残り2枚何が当たったかというとですよ。マジで、もうほんま、僕、店でね、ちょっともうほぼ、もう叫んじゃったんですけど、まさかのですよ。で、ワンボックスで残り8パックで来た残り2枚っていうのが、まさかのね、これ。やばないですか？まあ、言うてどっちも S レアのね、かよちんなんですけど、もうこれに関してはね、もうここにあるからね、もう2枚目ダブルっていう。で、さらに、まさかのこの、ハムスターの衣装の S レアのかよちん、こちらが当たりました。いや、残り、もう完全にね、多分あのボックスは、かよちんのボックスやったんだと思います。残り8パックで、ね、この2枚を引き当てるって、やっぱり私レイギャラは持ってるのかもしれない。はい、もう最近私レイギャラは持ってるのかもしれないということで、こちらを購入しました。ドン！ラブライブスクールアイドルコレクション始めよう、お試しセット。はい、1段と2段のボックスを開封してですよ、その後にこれを買うっていうね、バカなんじゃないのっていうね。はい。 でもね、こちらここに書いてる通り1000円なんですよ。1000円で、1000円でお試しデッキ。もう構築済みのデッキが33枚、プラススリーブが35枚。で、ボリューム1のパックが1パックと、絶対にキラキラが入ってるパックが1パック入ってるという、めっちゃ豪華じゃねっていうね。まあ、構築済みデッキみたいなもんなんですけど。はい。こちらをね、購入いたしました。でね、早速開けていきたいと思います。開けにきいぞ。開けにきいぞ。ちょ、あい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 た。はい、お、お、ん？お、お、お、ど、どんな感じで入ってんねや？お、パックやね、パックやね、パックやね。お、すごい、もう、縁が金色。これがお試し、初めてのキラキラパック。初めてじゃなかった、ごめん。初めてじゃなかったけど、まあまあ、そういうことですわ。お、すごい、なんか、お、すごいしっかりしてますね。あ、これ、これスリーブ35枚。いや、これだけでもだいぶいいですよ。おー、すごい。いや、だからもう、ほんまにね、スクコレは絶対にスリーブを使用しないと、ゲームのプレイができないんで、まあ、つけてくれてるんだと思いますわ。だからほんまにデッキの枚数分スリーブも入ってるみたいな。だから本当にこれ買ったらもうすぐにゲーム遊べるっていう形だと思います。で、マニュアルも、ボックスに入ってた同じやつですけど、マニュアルも入ってます。はい。まあまあ、スリーブはね、まあ、これとして置いときまして、んー、じゃあね、とりあえずちょっとまあ、デッキ軽く見ていきましょうか。あ、もう。ん？お、え？え、ちょっと待って。あ！あ、皆様すいません。言い間違えました。まさかの、裏がない、こんなカードが存在したのか。いや、スリーブいらんやん。いや、まあ、だから、もうこれ、完全にだからこれは、カードゲーム用ですね。だから、コレクションカードサイドが、
絵がないっていう、あ、まさかの展開、あ、ある意味レアなんかもしれん、おー、あ、そういうやつな、はい、まあ見ていきたいと思います。まあ普通にね、まあミューズのね、普通のスターティングメンバーですよね。あー、いや、もうこういうカードも入ってます。こういうカードも入ってるけど、もう完全にもう裏が何もない形です。おー、はいはいはい、あー、でもいいですね。あー、ジャージとかもあったり、あー、ほんでこれね、ポンポンの、あ、いいっすね。あ、楽曲も、まあ、裏ないのちょっと辛いけど、僕今に、それ僕に、スノーハレーション、お、ワンダフルラッシュ、モギュラブ、宝物きましたよ、もう、皆さん。はい、というわけで。まあ、デッキはこんな感じですわ。ただね、私が一番欲しかったのは、ここなんですよ。ここ見てください。ラッシュ。これ、ライブ。って感じじゃないか。ここのライブね。で、ラッシュのカードが6枚。このカードゲームね、普通にカードゲームをやる際、このラッシュ持ちのキャラクターがおらんと、まあ、まず始まらないっていう、まあ、カードゲームみたいなんですわ。なんかこのラッシュ持ちのやつは、出した時に手札のカードをもう1枚、出せるっていう、まあ、なんかもうほんまに何、速攻性みたいな感じの能力みたいなんですけど、もうこれを積まないとね、まずデッキが回らないみたいなんですよ。で、一応ね、デッキを構築してる上で、まあ、どうしてもこのラッシュが欲しいなってなった上で、まあ、安価で手に入るのがこのデッキですよっていうことで、まあ、こちらのデッキを購入したんですよ。はい。で、もう本当にラッシュがだから6枚あって、で、ライブっていう能力もね、出し、た瞬間にね、本当やったら次のターンに行えるライブをもう出したそのターンにライブが行えるっていう、まあこれも一応ね、ライブとしての速攻性を持ってるっていう、まあカードみたいなんですわ。だからね、本当に一番アドバンテージっていう、まあこのデッキで得するのがこのまあ9枚なわけですね。だから僕も勧められたんですけど、やっぱりデッキを作る際はお試しセットを買った方がいいということです。はい、というわけでデッキの紹介はまあいいですわ。まあ、まさか裏面がね、ええじゃなかったのがちょっと驚きですけど。じゃあ早速このパックを開封していきたいと思います。はい、きますよ。3、2、1、ついおー、マキちゃんや。おー、これは、モギュラブやな。モギュラブのマキちゃん来ましたー。しかもちょっと光ってる。ちょっとキラキラの方ですね。お、よかったよかった。全然いい。はい、でねー。まあね、私ね。これもう、カヨチンダブルで当てたぐらいの運の持ち主。もうこれもカヨチンでしょ絶対ね。って言って、案外こう調子乗った時、おい、あかんねん、毎回調子乗ったらあかんねんな、これ。じゃあこの初めてのキラキラパックをね、着ていきたいと思います。これ、ワンチャンシークレットとか SP とかあるってことですよね、これね。お、ちょっと期待しながら、ちょっと着たいと思います。いきますよ。3、2、1、ていどっじゃあ、おい、マキマキの S レア、今日はマキマキやったね。いやー、おー、かわいいぞ。おー、すごい。S レア、おー、いいっすね。はい、こちらのマキマキが当たりました。まあね、人生そんなまあ甘くなかったですよ。まあでも一応もうね、こちらのお返しが当たっただけでも十分嬉しいんですけど。はい。というわけでね、こちらの、まあ初めて、パックというか初めてセット。なかなかいいですよ。だってね、普通に遊べるデッキが全部33枚ついてきて、スリーブがもうこんなに35枚もついてきて、んで、カード1枚、プラス、絶対にキラキラのカードが1枚手に入るっていうね。いやもうこれ、もう、だいぶ熱いですわ。いやほんまに僕みたいに、箱買いして、デッキ作られへんとか言ってるんやったら、絶対こっち買った方がいいと思います。先に。はい。もうこちら、だいぶおすすめしたいと思います。まあね、結局、押し当てる確率は9分の1なんで、まあそこら辺はもう完全、試しになってくるんですけど。はい。というわけで今回はね、まさかのお試しセットの開封だったんですが、いかがだったでしょうか。まあこんな風にね、これの、まあ単発買いもね、できたら、時間があればちょっとしていきたいと思いますので、まあこちらの開封動画もまたよろしければご視聴の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。レイヤルンでした。それでは、アドゥ。今はさ